皆さんこんにちは。射水市食生活改善推進からのお知らせです。皆さん、8月31日は何の日かご存知ですか？8月31日は8、3、1の語呂を合わせて野菜の日です。健康的な食生活に欠かせない野菜には、体の免疫力を上げるビタミン A、C、E や高血圧を予防するカリウム、血糖値の上昇を抑える食物繊維など、生活習慣病予防に効果的な成分が多く含まれます。生活習慣病を予防するためには、野菜を1日350g を摂取すると効果的です。これは野菜料理の小鉢5皿分にあたります。トマトやきゅうり、レタスなど旬の夏野菜をたっぷり食べて、生活習慣病を予防しましょう。射水市食生活改善推進協議会では、地域の行事や近隣の家庭訪問で味噌汁の塩分濃度測定や野菜摂取に関するアンケート調査を行い、減塩と野菜摂取量の増加について普及・啓発活動をしています。昨年度行った野菜摂取アンケート調査の結果では、射水市民の1日の野菜料理の摂取量は平均 2.9 皿でした。また地区別に見ると、1日に食べる野菜料理の数は、新港地区は 2.2 皿、小杉地区は 3.2 皿、大門地区は 3.1 皿、大島地区は 4.2 皿、下地区は 3.5 皿で、いずれも目標の5皿には達していませんでした。野菜不足を補うためには、まず今より一皿野菜料理を増やしてみましょう。一皿 70g の野菜は、トマト半分またはブロッコリー3房程度です。野菜の摂取量が少ない朝食や昼食に一皿プラスして、野菜料理を1日5皿摂ることを目指しましょう。私たち食生活改善推進員は食会さんの愛称で親しまれ、私たちの健康は私たちの手で、元気で長生きをスローガンに、地域で食を通じた健康づくり活動を展開しています。現在314名の会員が、地域で生活習慣病の予防や低栄養予防、食育などの普及啓発活動を通して、地域の絆を強め、楽しみながら健康づくりのお手伝いをしています。射水市では、各地区の食会員がそれぞれ特色ある活動をしています。食育や健康づくりに興味のある方は、ぜひお近くの食会員に声をかけてくださいね。